プレイステーション、プレイステーションビータ、プレイステーションビータは、ソニーコンピュータエンタテインメントが2011年12月17日に発売した携帯ゲーム機。プレイステーションポータブルの後継となる携帯ゲーム機で、ある。なお公式では、本機を、携帯型エンタテインメントシステムと表現している。名称については、エンタテインメントと現実の境界を超え、 日々の生活そのものを遊びに変えていきたいという気持ちを込めて英語のライフに相当するラテン語のビータが採用された PCH-1000 シリーズ編集プレイステーションビータ2011年から販売が始まった初期モデルである PCH-1000 シリーズにはネットワーク機能が 3G 回線と Wi-Fi の両方に対応し GPS 機能を搭載した 3GWi-Fi モデルと Wi-Fi のみに対応し GPS 機能を持たない Wi-Fi モデルの2種類が存在した。両社のサイズは同一で、重量は 3GWi-Fi モデルの方が若干重い。後術の PCH-2000 シリーズは Wi-Fi モデルのみの発売だったため、代替わりした後も 3G Wi-Fi モデルは引き続き PCH-1100 が生産、出荷されていた。なお、2016年12月14日の NTT ドコモの発表で PCH-1100 の出荷が完了していたことが明らかになった。発売当初の希望小売価格は 3G Wi-Fi モデルが29,980円、299US ドル、299ユーロ、 Wi-Fi モデルが24,980円、249US ドル、249ユーロ。PlayStation BT 発売前のインタビューにて、スジャパンの河野博士プレジデントは、成長戦略のための新しいチャンスを広げるためにも、3G モデルをメインに売っていきたい、50万台を早期に売り切るつもりがと語っていた。しかし、実際には 3G、Wi-Fi モデルは、 Wi-Fi モデルに比べて売れ行きが伸び悩み、2012年末に NTT ドコモがプレイステーションビータ発売1周年を記念して行った検証で初回限定版が景品として提供されていたほか、2013年2月28日に 3GWi-Fi モデルが Wi-Fi モデルと同一価格に値下げされるまでソニーストア通販では初回限定版が販売されていた。 また、2013年3月29日には 3G、Wi-Fi モデルが、クリスタルブラックを除いて、出荷完了となり、出荷完了となった色は、Wi-Fi モデルのみを提供する方針が明らかとなった。両モデルが同一価格になって、以降も、Wi-Fi モデルだけが売れて 3G、Wi-Fi モデルは売れ残る傾向にあった。その理由について、毎日新聞社は、 スやゲーム流通関係者への取材などから 3G のイメージや課金への誤解から売れていないというのが実情のようだと分析している。また、元セアのジャック・トレットンは遅すぎたと語っている。PCH-2000 シリーズ編集プレイステーションウィータ2013年から販売が始まったモデルである。PCH-1000 シリーズに比べ本体が薄型軽量化され、 バッテリー持続時間が長くなった。また、外部端子も専用のマルチユース端子から、汎用のマイクロ USB 端子へと変更されている。PCH-1000 シリーズの大きな特徴の一つだった有機 e l ディスプレイではなく液晶ディスプレイを採用し、Wi-Fi モデルのみが発売。電源ボタンゲームスロットカバー、音量ボタンを含んだ、本体上部は金属製ではなくなり、 ディスプレイの左上にソニーロゴが移動しているなど PCH-1000 シリーズから変更になったデザインも多い。2019年3月頃に出荷終了し、1000は PSP の発売以来14年2ヶ月にわたって展開してきた携帯ゲーム機市場から撤退した。p s Vita TV 編集詳細は プレイステーションビータ TV を参照日本では2013年11月14日に発売された末置き型の PS ビータである。ディスプレイとコントローラーを内蔵しない代わりに外部ディスプレイとデュアルショック3を使用することで一部の PS ビータ用タイトルなどに対応する。タッチ操作が必要なソフトなどが未対応となっているがタッチパッドを採用しているデュアルショック4にも対応する。なお、 デュアルショック3でのタッチやフリック操作はタッチポインター機能を利用する。欧米ではプレイステーション TV の名称で販売され、ハードウェア的には日本の p s v た TV と同じとされている。2016年2月末に出荷終了。PSP のシルエットを継承しつつ、より手に馴染みやすいスーパーオーバルデザインを採用。デザインはソガベタクが担当した。なお、 バッテリーは PSP5 と同様にユーザーが自身で交換することはできない。これは背面タッチパッドを採用したためとされている。このデザインは PCH-1000 シリーズの Wi-Fi モデルであり、3G Wi-Fi モデルの場合、方向キー側の側面に SIM カード挿入口がある。CPU には ARM Cortex-AQ GPU には パワービファーの SGX543MP4 を採用する。いずれも多くの機器で採用されているアーキテクチャをベースにしたものであり、膨大な費用をかけて専用のチップを自社開発してきた従来の戦略から大きく方針転換したことを意味する。CPU の4コアのうち3コアをゲーム用に占有し、残り1コアを OS などシステムで共有している。 メインメモリを 512MB、ベレムを 128MB 搭載しており、単純なメモリ搭載量としては PS3 を上回る。また、CPU 同様メモリについてもゲーム用に一定量を占有するようになっている。PSP とは異なるアーキテクチャを採用しているため、PSP ソフトの互換性はソフトとハードの複合エミュレーションで実現する。また、発表当時は、 PS3 からの移植が良いと言われていた。3GWi-Fi モデルのシムサイズはスタンダードシムとなる。PCH-1000 シリーズの本体前面にはマルチタッチに対応した5インチ型の有機 L ディスプレイを採用。画素数は従来の PSP の4倍にあたり、1080p のほぼ1、4にあたる。アスペクト比も従来通り16、9である。 計算上 220dpi となる。携帯ゲーム機で有機エルディスプレイを搭載するのは初めてとなる。なお、有機エルディスプレイの供給元については公表されていない。PCH-2000 シリーズでは液晶パネルに変更されている。タッチペンは静電式対応品であれば操作が可能。省電力、画面焼き付け防止機能により、 何も操作をしていない状態が1分間続く時度が下がって画面表示が薄暗くなる。ソフトウェア側でこの機能をオフにしているアプリケーションも存在するがユーザーがオプション設定で変更することは不可能。ハードが無操作で自動的にスタンバイモードに移行する時間は1分から30分の範囲で設定可能だが画面が1分で勝手に暗くなる機能に関する。 設定項目は存在しないため、非対応アプリケーションでは、ムービーやスタッフロールといった通常は入力が必要でないシーンでも定期的に何らかの操作をする必要がある。マルチタッチスクリーンに加えて、本体背面にもディスプレイの真裏に合わせてマルチタッチパッドを搭載した。モーションセンサー、マイク、カメラの搭載、AR 技術として、ワイドエリア AR。 マーガーレス AR といった機能もある。PSP と同様のボタンに加え PSP に搭載されていたアナログパッドの代わりに新たな2つのアナログスティックを本体前面の左右に搭載した。電源ボタン、音量ボタンが上部の L、R トリガーの内側に設置されている。PS ボタンが PSP 同様に前面左下にあり PCH-1000 シリーズでは 電源状態や新着情報の存在通知を表示する表示ランプも兼ねている。PCH-2000 シリーズでは PS ボタンは点灯しなくなり、電源ボタンの横に2つ設置されたランプの内右側が通知に対応、左側が電源状態に対応している。以下のフォーマットに対応する。またオンラインでのアップデートにも対応している。 機器認証ダウンロード版のソフトを購入したユーザーは PSN アカウントに機器認証をすることで動作するようになる。通常は PlayStation ストアで購入しダウンロードした時点で自動設定されるが PSB 台本体新規登録時にすでに制限台数登録していた場合はどれか認証解除する必要がある。 2012年2月6日の時点でアカウントに対するゲームの認証台数は家庭用携帯機ともに2台となっていたが PSB i TV 発売により PSP、PS p s Vita、p s v i TV と認証台数が足らなくなるため PSN のアップデートにて認証台数は携帯機3台に変更された。アップデートシステムソフトウェア同様にゲームソフトにもオンラインアップデート機能がある。 不具合修正や機能追加、ダウンロードコンテンツ対応の追加などがあるので、最新版にしておくことが推奨される。プレイステーションミニズ容量100メガバイトまでの低価格ミニゲーム群で、プレイステーションストアからダウンロード販売される。ごく一部を除き PS3 でも動作する。開始当初は PSP ミニズと呼ばれていた。日本未発売であるが、これらのゲームが動作する。 一部は日本でもプレイステーションモバイルとして提供されている。プレイステーションモバイルプレイステーションストアで購入できるプレイステーションモバイルのアプリケーションも動作する。2012年10月3日にプレイステーションモバイルアプリケーションがプレイステーションストアで発売。2012年11月20日にはデベロッパープログラムも開始され個人で アプリケーションの開発も可能になった。2015年3月にサービスの終了が告知され、同年7月15日でコンテンツの販売が終了。9月10日にはすでに購入済みのコンテンツの再ダウンロードも終了した。PlayStation Now Cloud Game PS Vita 専用ソフト編集詳細は PlayStation Vita のゲームタイトル一覧を参照。 プレイステーションビータカードについては記録媒体を参照プレイステーションビータカードのパッケージ版とプレイステーションストアからのダウンロード版がある補足1ほとんどのタイトルがパッケージ版とダウンロード版の両方に対応しており一部ダウンロード専用タイトルもあるセーブデータの保存先には PS ビータカードまたはメモリーカードに保存する メモリーカードが必要か否かはゲームごとに異なる。同時発売ソフト日本での同時発売ソフトは24本、内配信専用タイトル4本。これは、スのゲームハードとして最多本数である。ス自身も、みんなのゴルフ録、アンチャーケット地図なき冒険の始まりといった看板タイトルを投入した。PSP 専用ソフト、 編集運動版のゲームを所持している有罪ーーの対応については、パスポートを参照プレイステーションストアで購入できるダウンロード版限定。PSP 専用ダウンロードソフトでも公式サイトのソフトカタログで PSPPSB た互換マークが付いていない。タイトルは互換性が保証されていない。また互換対応は状況が変わり次第、蓄次更新される場合がある。 すべての PSP ソフトがダウンロード版とパッケージ版の両対応ではないため、本機では遊べないタイトルも多数存在する。PSP ゲームを動作させるときには以下の設定も可能。バイリニアフィルタリングアップスケーリングがされるが、画面の荒れを軽減するためのバイリニアフィルタリングの ON、OFF をユーザーが設定できるようになっている。OFF のときはビータの解像度に合わせて、 PSP の200%に拡大されるだけとなる。右スティックの用途 PSB との右スティックを PSP のスライドパッドやボタンの代替として割り当てることができる。その右スティック設定では以下の通りに割り当てが4つある。システムソフトウェア1.80からは新たに割り当てが追加された。カラースペース画面の表示を PSP の液晶の色域に近づける機能。 ボタン割り当てシステムソフトウェア1.80から追加された機能。全面タッチスクリーンの四隅にボタン、方向キー、スタート、セレクトボタンの割り当てが可能になった。PSP ゲームが保存しているコンテンツを削除するシステムソフトウェア1.80以降で追加された機能。PSP ゲームで作成される曲や画像、ビデオのデータは PSP ゲームのデータとして メモリーカードに保存されている。有効にすると PSP ゲームを起動するたびに自動的に削除される。ただし、ミュージック、フォト、ビデオに保存されているものは対象外。これら PSP ゲームの設定はシステムソフトウェア2.12までは PSP ゲーム起動中に数秒間画面をタッチし続けると設定画面が開く。なお、システムソフトウェア2.60からは PS ボタンを長押しして表示する方法に変更された。ゲームアーカイブス編集詳細はゲームアーカイブスを参照プレイステーションストアで購入できるゲームアーカイブスのうちプレイステーション用のソフトは2012年8月28日に実施されたシステムソフトウェア1.80のアップデートで対応した。なお、ノルノットディジトルなど ピータへ対応しないタイトルも一部ある。PC エンジンアーカイブスは PSP 用ソフトとして起動するため当初から対応している。また、ポーコトション4プレイステーションビータをダウンロードすることでポーコトションにも対応した。ンドパスポート、編集ドライブは搭載していないため、ンドンソフトのユーザーが PS ビータでプレイしたい場合は改めて、 ダウンロード版を購入する必要があるが、ド版所有者には、同作品ダウンロード版ソフトを割引販売する、制度、のパスポートが適用される。なお、対象ソフトは、ソフトメーカーが提供を希望したものに限られ、価格もあくまで割引のためまちまちである。対応タイトル数は2013年9月26日時点で382作品。 2016年3月31日で、PlayStation アでの PSP 向けサービスが終了するのに伴い、のパスポートも終了した。の登録アプリケーションを PSP にインストールし、プログラム対象の温度を挿入した状態で、アプリのナビゲーションに従っていくと、自身の PSN アカウントへの温度登録が完了し、割引サービスを利用できるようになる。 なおその本体から一度登録した運動、再び登録することはできず、また登録の使い回しは不可能。このサービスでは米国では提供されない。理由として、スワールドワイドスタジオの吉田周平は、日本では PSP タイトルに対する需要が強いことと、欧米での PSP タイトルのダウンロード版が安価な、ことを挙げている。 プレイステーションビータカードと専用メモリーカードゲームソフトの供給にはエに変わり新たにプレイステーションビータカードを採用したプレイステーションシリーズ初のカートリッジ式。ゲーム本体以外にダウンロードコンテンツやセーブデータも記録可能で容量は 2GB と 4GB がある PCH-1000 シリーズにはユーザーが利用可能な内蔵フラッシュメモリがないため ダウンロードコンテンツやマルチメディアファイルを保存するには別途専用のメモリーカードを用意する必要がある。PCH-2000 シリーズは本体に 1GB の内蔵メモリーを搭載しているが専用メモリーカードを本体に装着した場合は外付けメモリーカードの方が優先されるため同時に使用することはできない。ゲームのセーブデータはプレイステーションビータカードに保存するタイプと 専用メモリーカードに保存するタイプの2種類がある。なお、独自の専用メモリーカードを採用した理由としては、セキュリティの問題と汎用性ゆえに、カードの性能が一定せず作りがたいというゲーム、開発側からの苦情があったためと述べている。メモリーカードは PSN アカウントにてユーザーを識別しているので、他人のアカウントで使う場合は初期化が必須となる。 全世代機である PSP と同様に画像、映像、音声ファイルが再生可能になっている。前述の通り専用メモリーカードが必要となる。PSP で対応したアトラック WMA モーション JPEG には対応していない。Facebook、f o r e s a c ウェア、Skype、Twitter、ニコニコ動画、f l i c k r YouTube などの PS ビータ専用アプリケーションが プレイステーションストアで配信されている。なお、YouTube については、プレイステーションビータ向けアプリケーションのサポートが2015年4月20日に終了した。それに先立ち、プレイステーションストアでの配信が2015年1月28日で終了しており、サポート終了以降はブラウザーで引き続き利用できる。ソフトによっては、カスタムサウンドトラックに対応している。 注意点としては、メモリーカードや内蔵メモリーで PC 等からメディアを転送、管理する際は、1000アカウントが必要となる。Wi-Fi 認証の無線 LAN は、全モデルが対応している。IEE802.11bit、e、GN 対応で PSP 同様に、インフラストラクチャー、アドホックス双方のモードに対応している。大容量通信の場合は、Wi-Fi の方が向いている。 3G、Wi-Fi モデルはゲーム機としては初めて携帯電話回線に対応した。Wi-Fi のみと比べて移動中にもシームレスな通信が可能となる。3G 回線を使用するには携帯電話会社との契約、パケット通信料の支払いが必要となる。通話には対応していない。国、地域ごとの回線業者は以下の通り、3G 回線と Wi-Fi 双方が 利用可能の場合は Wi-Fi が優先的に接続される。また、3G wi、Wi-Fi モデルで 3G 回線契約を行うかどうかは強制ではなくユーザーの自由である。3G 回線の利用はオン・オフの切り替えが可能。シムカードスロットは背面向かって右側の側面、方向キー裏にある。Wi-Fi モデルでは蓋のはめ殺しではなく、 スロット自体が存在しない。国、地域によってはシムロックがかかっていない。3G 回線にかかる制限プリペイドデータプランに限ってはコンテンツあたり上限50メガバイトのダウンロード容量制限がある。プリペイドデータプラン以外、またはフォーマーハイスピード使用時はダウンロード容量制限なし。また PS3 や PS4 のリモートプレイは 帯域幅を考慮して 3G 回線では自主規制している。他に日本ではスカイプなどといったドコモ回線で利用禁止規制がかかっているアプリケーションは 3G 回線では使用できない。これらの制限回避には Wi-Fi を使って通信することになる。日本の PSB 立用プラン、編集日本では NTT ドコモがデータ通信専用プリペイドプランなどを提供しており、 携帯電話での支払いにも対応し、独占でネットワークを提供する。3G Wi-Fi モデル初回限定版50万台には、プリペイドデータプラン100時間が無料添付されている。初回50万台出荷後には、プリペイドデータプラン20時間が無料添付される限定版が出荷されている。これら限定版には、SIM カードが付属していて、 プリペイドデータプラン契約事務手数料も不要となる。更新期限内に更新すれば、その後も契約事務手数料は不要のままとなる。また、初回発売以降に追加されたクリスタルブラック以外のバリエーションの 3G、Wi-Fi モデルには、初回限定版は存在せず、プリペイドデータプラン20時間添付の限定版である。限定版も大数限定とされているが、 具体的な販売予定数や販売期間は明らかになっておらず、通常版の 3GWi-Fi モデルは出荷されていない。2016年12月に NTT ドコモは 3GWi-Fi モデルが出荷終了となったことを受け PS i t a 向けのプリペイドデータプランの提供終了を発表した。2017年1月31日に新規申し込み受付と更新受付を終了し、 同年3月31日にサービスを完全終了。なお、プリペイドデータプラン以外の 3G、Wi-Fi モデルでも利用可能なプランは継続して提供されているが、NTT ドコモ回線の LTE への移行に伴い、3G 回線プランの新規加入はすでに受付終了しており、2026年3月31日に停波予定である。 NTT ドコモが提供するビータの 3G 回線推奨プランは以下の通り。プリペイドデータプラン、定額データプラン 128K の回線速度は下り 128kbps、上り 64kbps。フォーマハイスピード回線速度は下り 14Mbps、上り 5.7Mbps。プリペイドデータプランの場合は、 期限切れ後30日までに更新をすれば、契約手数料は不要となる、補足3。契約は専用サイトで行い、店頭では受け付けていない。また、更新時の料金支払い方法は、クレジットカードかドコモ携帯払いのみである。定額データプランは、通常の店頭での回線契約が必要で解約がなければ自動更新される。 またプロバイダーは以下のいずれかを選択する必要がある。NTT ドコモの他データ通信サービスや NTT ドコモ回線網を利用している MVNO など推奨されているプラン以外の通信サービスは素側での動作検証がされていないため保障外ではあるが以下の回線業者は PSB 他も動作検証済み端末としてサポートしている。またアプン設定は サポート外であるものの変更可能である。PS3、編集 PS3 と p s Vita の連携はクロスプラットフォームフィーチャーと呼ばれる。PS3 との連携には PS3 側のシステムソフトウェアをバージョン4.0以上にしなければならない。PS4、編集 PS4 と p s Vita の連携は PS4 リンクというソフトウェアで提供される。 セカンドスクリーンとしての用途や PS4 上のゲームはほぼ全てでリモートプレイに対応している PS4 には動画、静止画、音楽を外部より取り込む機能がないためコンテンツ管理でデータを授受することはできない p c 編集 PC と USB 経由でファイルのやり取りを行う場合は p c にコンテンツ管理アシスタント4プレイステーションをインストールしておく必要がある 現在の対応 PC は Windows が動作する a t 互換機と Macintosh である。Windows 版は発売時に Mac 版は2012年2月8日のシステムソフトウェア1.60の公開と同時にリリースされた。コンテンツ管理アシスタント自身は小規模なもので実行内容は PC 内でどのフォルダにどのコンテンツが入っているかを PSB 板側に 指示するだけの常駐物である。ホルダの変更は、コンテンツ管理アシスタントの設定で可能。対応する機能は、以下の通り。詳しいことは、以下の公式サイトを参照。トーン、ネイズン、編集 PS3 版トーン対応については2011年12月15日に、実施された、バージョン3.50へのアップデートで、PSB タへのビデオの書き出し、 PS3 からのリモートプレイに対応する。なお、トーンのデータ書き出しには、メモリーカードと USB ケーブルのほか、専用アプリケーション、受けトーンのインストールが必要となる。またメモリーカードに専用領域を事前に確保する必要がある。確保容量の選択は総容量によって内容が違うが、2GB から 24GB のうち、1から4通りの選択肢がある。 2012年8月に発売されたネイズンについては、トーンバージョンに4.10で PS3 を経由したビデオの書き出しに対応しており、同年12月20日にリリースされた専用アプリケーション、トーン p s b タを使用することで Wi-Fi 経由でのテレビ番組の視聴、録画、録画した番組の書き出しに対応している。また p s t タのシステムソフトウェア2.10以降、 およびネイズンのシステムソフトウェア1.71以降で Wi-Fi を介することで p s v t タとネイズンとの間でデータ転送やバックアップを取ることができるようになりさらに p s v t タのシステムソフトウェア2.60以降およびネイズンのシステムソフトウェア2.00以降では専用アプリケーションナスポーコットを使うことで家庭内または外出先から自宅のネイズンにアクセスし コンテンツの検索や閲覧が可能となる、エニータイムアクセスに対応している。2014年9月25日に公開された、トーン PS ビータバージョン2.00とネイズンのシステムソフトウェア2.50からは、リモート視聴機能、エニータイム TV に対応。これにより、外出先からインターネットを介して自宅にあるネイズンにアクセスすることで、テレビ番組のリアルタイム視聴や録画した番組の 視聴が可能となった。優先、お出かけ転送に対応したソニー製ブルーレイレコーダーからは、受けトンを起動した p s ータを USB 接続することで、録画したデジタル放送番組のダビングをすることが可能。2014年4月4日公開のナスポーコットバージョン2.00では、ネイゾン以外のディールにサーバーと Wi-Fi 経由で、 接続するディールネクライアント機能が追加されたが、DTCPIP 非対応のため、レコーダー等で録画したデジタル放送番組を見ることはできない。プレスリリース発表情報。PCH-1000 シリーズ、編集プレイステーション B 対価のリストは、日本国内仕様についてのものである。PCH-2000 シリーズ、編集プレイステーション B 対価のリストは、 日本国内仕様についてのものである。CPU GPU メインメモリーベレムサイズ全面スクリーン背面、タッチパッドカメラサウンドセンサーロケーションワイヤレス、通信カードスロット端子電源バッテリー持続時間、充電時間の目安従来の XMB ではなく、タッチパネルに最適化した新開発のユーザーインターフェースを採用している。以前は、 ゲーム時を除いたすべての操作がタッチパネルのみの対応だったがバージョン1.80より一部にて本体キーで操作できるようになった。ウェルカムパークがプリインストールされている。リベリア編集従来の XMB に代わるものとしてタッチ操作に対応した新たなユーザーインターフェースが開発されたのがリベリア UI である。アイコンが並んでいるのがホーム画面で 各アプリを起動した後に出る案内画面がそのアプリのリベリアとなる。ゲームの開始、再開のアイコン以外にもネットワークを通じて各メーカーから提供されるゲームの最新情報を取得することができる。またリベリアを下にスクロールさせることによって同じゲームをプレイしている他のユーザーの達成状況がアクティビティとして常に更新される。ウェブブラウザや 電子メールにも対応している。補足後。発表時には、E メールアイコンがあったものの発売時点では、電子メール非対応であった。パーティー、編集複数ユーザーとのボイスチャットテキストチャット機能。同じゲームでの協力プレイ以外にも、別々のゲーム中や全く違う機能を操作している、間でも使うことができる。AR プレイ、編集 PS ビータのカメラ機能を使用し、 専用の AR プレイカードを読み取ることで拡張現実を活かしたゲーム AR プレイが楽しめる。ブラウザー、編集ウェブページを閲覧するためのブラウザーも搭載されている。仕様にはオンライン環境が必要がある。ブラウザーは Web キットベースである。HTML5 については完全に対応しているわけではなく、キャンバスに対応しているが、ムービーや、 音楽再生には一部対応していない。バージョン2 1例からは、ブラウザ上で、ストリーミング動画の再生が可能となり、YouTube の動画などが見られるようになった。ニコニコ動画については別途専用のアプリが提供されているため、該当する動画の URL にアクセスするとそちらを利用するように表示がされる。ブックマークには、 url だけでなくジョバスクリプトを記述できるのでブックマークレットにも対応している。l ボタンまたは r ボタンを押しながらタップするとポインターが表示される。また2.60からはボタンを押すことでカーソルを表示し PSP のような操作ができるようになった。マップ、編集 Google マップを用いたオンラインのマップアプリケーションを搭載していたが2015年3月に 提供されるプレイステーションビータシステムソフトウェアアップデートにて、マップ関連の全機能をシステムから削除された。以下は、使用可能だった、当時の使用。Wi-Fi モデルには GPS が搭載されていないため、GPS を用いたナビゲーション等は 3G、Wi-Fi モデルに限るが、Wi-Fi モデルでも精度は劣るものの Wi-Fi 電波の位置情報によりある程度の位置絞り込みは可能だった。 2や編集ユーザーの現在の位置情報をもとに周辺にいる他のユーザーが今プレイしているゲームやユーザーの足跡をたどって同じ場所にいた他のユーザーがプレイしていたゲームを知ることができる周辺のユーザー同士でのアイテムの配布取得をサポートしているゲームも存在するなお2015年3月に提供される PlayStation Vita システムソフトウェアアップデートにて マップ関連の全機能をシステムから削除するのに伴い関連する一部機能が削除される。2017年7月31日をもってサービスを終了し、以降はアプリを起動できるが、すべて機能しなくなっている。電子メール、編集メールソフトがシステムソフトウェア2.00より標準装備になり、電子メールの送受信が可能になった。iMap にも対応していて、 複数アカウントも扱える。また、アカウント内容はメモリーカードに保存される。システムソフトウェア。編集詳細は、PlayStation Beta のシステムソフトウェアを参照 PS。Beta も PS3 や PSP 同様にシステムソフトウェアのアップデート機能がある。方法は、インターネット直接、またはインターネットにつながった PS3 や PC 経由で行う。 PSB タカードのゲームソフトに添付されている場合もある。PC 経由の場合は p c にコンテンツ管理アシスタント4プレイステーションをインストールしておく必要がある。セキュリティの強化、不具合修正、機能追加などがあるので常に最新にしておくことが推奨される。バージョンが古い場合はソニーエンターテイメントネットワークへの接続がサーバー側から拒否される場合がある。 純正、編集、小村寺孤独立行政法人製品評価技術、基盤機構のもとにプレイステーション o n Wii タが焼け焦げる現象が各国から31件報告されていることが2012年に報道された。これに関してソニーコンピュータエンターテインメントジャパンは報道に関して基本的に間違いはなく濡れたまま充電したことが主な原因で欠陥ではなく損傷があった場合は 優勝で交換するとし、本体及び USB ケーブルのマルチユース端子に異物や液体が付着した状態で充電しないように注意を呼びかけた。広告表示の問題 PlayStation Vita の新発売の際、ソニーコンピュータエンターテインメントアメリカが虚偽の広告表示を行ったとされる問題。米連邦取引委員会は PS Vita を使えば プレイステーション3とのクロスプラットフォームでプレイすることができると宣伝されていたが実際には一部のタイトルに限られており、また両機種でソフトを購入する必要があったことを十分に説明できてなかったと指摘している。またセアの広告代理店が社員のツイッターアカウントを通じて投稿がセアやその広告代理店の社員によるものだと明示的に示すことなしに、 消費者に対して直接的に宣伝広告活動を行ったことも消費者に誤解を与えたとしている。2014年 FTC は今後、セアが誤解を招く広告表示を行うことを禁じ、2012年6月1日、以前に p s Vita を買った消費者に25ドルもしくは50ドル分のビデオゲーム、または商品券を提供することで和解した。ありがとうございます。